うもシュンズ TV です。前回の動画見てくれた人わかると思うんですけども、バズが冷凍庫の中から発見されて、トイストーリーのおもちゃたちは本当にショックを受けていました。なのでもうバズは助からないということなんですけども、とりあえず今朝起きたばっかりで、シュンズ TV、 シュンズ TV、 ポリスステンチだ。ポリスステンチが部屋に入ってきたんですけど、何ですかポリスステンチ。大変です、今トイストーリールームで喧嘩が起きています。シュンさん、今すぐにトイストーリールームに来て助けてください。わかりました。とりあえず今からトイストーリールームにカメラを回して入っていきたいと思います。よろしくお願いします。よいしょ。さあポリスステンチ、知らせてくれてありがとう。ちょっとすぐに中に入りましょう。よいしょと。いやーちょっとおもちゃたち、おもちゃたち、なんで戦ってるんですか？すっごい激しい戦いになってますよ。激しい戦いに、しかも、デーモンフォーキーじゃないですか。デーモンフォーキーとベンソンとジョンソンがロッツを押さえつけて、一体どういうことなんですか？おい、ビッグベビー、ザーグ、トトロ。お前ら幹部メンバーじゃない。おもちゃの世界に上下関係は必要ないんだ。みんな仲間だろ。ロッツォの指示に従うな。ダッキーとバニーは何を言っているのかね。幹部メンバー、助けてくれ。待ってください、待ってください。これ、ポリスステンチ、どういう状況なんですか？ベンソンとジョンソン、そしてダッキーとバニーは、バズを冷凍庫に入れた犯人はロッツォだろうと疑っています。そしてベンソン・ジョンソンがデーモン・フォーキーを作ってロッツを押さえつけたところです。そういうことだったのか。ベンソンとジョンソン、すごいね。デーモン・フォーキーにも頼ってすっごい激しい戦いになってますけども、でもちょっとみんな一回落ち着いてください。ロッツが犯人って決まっているわけでもないですし、こういうことをしても天国のバズはきっと嬉しくないと思いますよ。私にはいいアイデアがある。ジェニーちゃんは確かタイムトラベルができる、そう聞いたぞ。過去に戻ってカメラを仕掛けてくれば、バズを冷凍庫に入れた犯人がわかるんじゃないのかな。なるほど、その手が確かにありましたね。ジェニーちゃんのタイムトラベルだったら、その3日前に戻ってバズがどうやって冷凍庫に入ったのか、誰が入れたのかがわかりますよね。タブロックしてね。皆さん、確かにロッツォの言う通り、ジェニーちゃんが過去に行ってバズを冷凍庫に入れた人物が誰なのかを調べれば犯人がわかりますね。ロッツォがこうやって自信満々に言ってるってことは本当にロッツォじゃないんですかね。でも過去に戻って、そしてカメラの映像とかを見ればきっとバズを冷凍庫に入れた犯人がわかりますので、実際にそれでやるしかないですね。でも過去を変えてしまったら、変えた人物も消えてなくなってしまうことになるので、本当に気をつけなければいけません。じゃあジェニーちゃん、実際に頼むよ。過去に行って見てきてください。よいしょ、首をまずは取りますと。よいしょ。そして一人だけ実際に一緒に行くことができるんですけど、誰が一緒に行きます？おい、シュンズ TV、 私に行かせてくれ。私が見てくる。ベンソン、本当に大丈夫？過去を変えるようなことしてしまったら、それでベンソンも終わりだよ。任せろ。ロッツォが犯人であることは間違いない。細かいところも見逃さず見てこよう。だから私に行かせてくれ。分かったよ、ベンソンがそこまで言ってくれるんだったら、おもちゃのみんな代表してベンソンに言ってもらいたいと思います。ベンソン、ジェニーちゃん、バズが冷凍庫に入った時まで戻ってください。お願いします。おお、行きましたよ、行きましたよ。さあ皆さん、これで
確実に犯人がわかりますからね。ベンソンが過去に戻って、そしてバズを冷凍庫に入れた悪いやつを映像として持ってきてくれることでしょうからね。さあ、頼む、ベンソン、そしてジェニーちゃん。おお、おお、ベンソン、来ましたよ、来ました。さあ、ベンソン教えてください。冷凍庫にバズを入れた、誰が入れたのか、わかるってことですよね。ベンソン、一体誰が犯人だったんですか？シュンズ TV、私は自分の目を疑った。とても信じられない予想外の出来事だ。ジェニーちゃんのスクリーンロケーションでカメラの映像を確認してくれ。どういうこと？どういうこと？どうして予想外なんですか？そうか、ジェニーちゃんのスクリーンロケーションで見ることができますからね。じゃあ、おもちゃのみんな、覚悟はいい？これでバズを冷凍庫に入れた犯人がわかりますからね。ああ、もしこれで私が犯人じゃないことが証明されたら、今攻撃しているベンソンやジョンソン、そしてデーモン・フォーキーなどはとても悪いやつだ。勝手に疑ったことになるからな。そうだよね、ロッツォ。それはね、疑ってしまって申し訳なかったっていう話になりますからね。じゃあ、ジェニーちゃん、スクリーンロケーションで映像を見せてください。お願いします。ママ。ああ、皆さん、まさかバズが自ら冷凍庫に入っていたとは予想外じゃな。ベンソンやジョンソンはロッツォに謝っていました。でも、ダッキーとバニーは何かおかしいと言っていましたよ。ママ。ああ、そうじゃな、ジェニーちゃん。おもちゃたちはますます困惑しています。ああ、さて、ジェニーちゃんとスマイロックのコーナー。ジェニーちゃんに質問です。ジェニーちゃんの瞬間移動はどこでも行けるんですか？ママ。ああ、あまり遠すぎるところは行けないそうじゃよ。近場だったら何回でもできますが、遠いところは一回やるだけですごく疲れるそうなんじゃよ。スマイリラックさんに質問。名前の由来は何ですか？ああ、わしはいつも笑っています。笑っている石なので、スマイリーロックと名前が付けられたんじゃよ。
あ、皆さん、バズがどうして自ら冷凍庫の中に入ったのか原因はわかりませんが、そのバズの心理をいろいろ考えていきたいですね。またお会いしましょう。